セカンドバトル。バイトも50個以上多分やってます。バイト今までいっぱいクビになってきて、まあ40ぐらいありましたね。同級生とかみんなが就職していく中、バイト今までいっぱいクビになってきて、自分はちょっと何やってんだろうと思って悲しくなって、バーガー食べながら泣いててどうしようみたいな、人生どうしようってなった時に、キックボクシングジムに入ったばっかりで、そうだ、そしたらプロになればいいんだと思ってプロになったんですよ。キックボクシング入って初めて褒められたんですよ。才能ある、うまいねとか。それでめっちゃ嬉しくて、人生でこんな褒められたことないなと思って。40秒、強烈な右のカウンター。みんなやっぱ格闘技がなくても多分生きていけると思うんですけど、私格闘技がなかったら多分この先生きていけないんですよ。人生かかってるので、負けたらもう他の選手と違って道ないと思ってるので。右ストレートパンチャン、これは効いた、ダウン。あの時はでも宮田さんが一番助けてくださいましたね。毎日電話くれて、ちょっと復帰戦するよって言って、いやまだ会見もしてないです、大丈夫、会見と同じ日に復帰戦発表するからって言ってくださって、で亮太郎さんも、もう誰にも見られてなかったマンツーマンでいいからおいでとか言ってくださって。絶対こうなると分かってたんで、まだ全然ルーキーの時に絶対君は 100% チャンピオンになるから、だけど自殺するか捕まるかだから気をつけなね。やっぱこの業界の中にいると分かるんですよ。だから結構危なっかしいんで、それこそ宮田さん含めてこのノッカーの山口さんとかも絶対協力するのは分かってたんで、言い方は悪いですけど、だってバカなんで、ただこういう人じゃないとトップいけないんですよ。行かれてるやつは上に行くんで、そんなこと行かれてもズバ抜けて行かれてたんで、君はそこにいるから自信持ってやんないとダメだよって。まあ、現に今はね、不敗でそのままやってて、試合出れることが本当にありがたいですね。バーチャルファイト第2試合、選手の入場です。パンチャンリナ、闘技場へ。第2試合、キックルード 49.5 キロ契約、3分3ラウンドを行います。それではパンチャンリナの対戦相手、ルシア・アプテルガリムの入場です。多分今までパンチャンと戦ったのが一番強いですね。パンチャン危ないと思います。ルシア・アプテルガリム、体の力が強い、だから圧力強いし、パンチャーにとってすごい強敵だなっていう。フレームはやっぱでかいですよね。もともと上の階級の選手なんで、海外の選手特有のフィジカルの強さがあるので、これ本当に今回の相手普通に強いです。Le voy a arrancar la cabeza. Hice sparring con los mejores de Argentina.Me preparé muy bien para esta pelea, así que vengo para ganar. ダウンを取れればもうどっちが勝ったか明らかなんですけど、もう取れなかった時はもう一発でも多く当てた方が勝ちだと思ってるので、もう闘志の見える戦いになるんじゃないかなと思ってます。 Porque le voy a arrancar la cabeza.パンチャンリナ VS ルシア・アプテルガリム。これよりバーチャルファイト第2試合を始めます。両選手
健闘を祈る。数々の死闘が刻まれた互いの拳と拳を合わせよう。プチをレジェンドフィストイーチャーズ。OK、距離を取ってテイクディスタンス。残り1分、ワンミニットレー。残り30秒、30セカンドです。残り10秒、10セカンドです。でも今までもらったパンチの中で一番もちろん重かったし、重いです。当たった時がズドンっていう重さがあって、気持ちの強い選手と戦いたかったので、戦えること嬉しいし、ぶっ倒してやろうって、本当にそういういい意味の緊張感はありました。Obviamente es una rival dura, pero bueno, como dije anteriormente, me preparé para esto mentalmente y físicamente también, pero más mentalmente. Y nada, me sentí bien y sentí que teníamos el mismo nivel y hasta me sentí un poco superior. Second out.Second out. Clinch all your clinch now. Ready, take the stance. Round two, fight!
ーナー。タイムストップ。セコンドタオル。セコンドタオル持ってきて。パンチャーギガ選手のドクターチェックを行います。もともと彼女すごい鼻血出やすいタイプなんで、食らったら鼻血出ちゃうなと思ったんで、ガード越しにストレートも入ったりしてたんで、で鼻血出て、呼吸がこう乱れるんで戦いづらくなるんですよね、あれやられると。はい、続行します。はい。残り1分、ワンミニット。残り30秒、30セカンドです。残り10秒、10セカンドです。Take your stance! Hey! All right! Corner! Sentí que estaba a lo último de noquearla, pero bueno, es una rival fuerte y... 食らったらその効いてしまう打ち方というか足の位置だったんで、ああもう完全に飛んでんなと思いましたね。多分記憶ないんじゃないですか、あんまり あのシーンは。当たったと自分でも分かってるんですけど、ただ気持ちはもう一切折れてないので、ポイント取られたからやり返さなきゃって、その気持ちだけで戦ったので。OK、ファイナルラウンド、ファイナルラウンド、レディー、ファイト。いいね、そうそうそう、ガンガンジャブついて、ジャブついて、いい、これジャブ、もういいよ、はい、ready! ファイト！
残り1分、ワンミニットレン。残り10秒、10 seconds left。これより判定に入ります。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ A 29-29ドロー、ジャッジ B 30-29青アブデルガリム、ジャッジ C 30-29青アブデルガリム。よって判定2-0、勝者青コーナールシア・アプデルガリム。勝者ルシア・アプデルガリム。ただいまの試合は判定2-0で青ルシア・アプデルガリム選手が勝利いたしました。En el tercer round fue un poco más difícil que en el segundo y me sentí un poco frustrada, pero bueno, retomé。負けは負けなんですけども。適正体重の選手とやったわけではないので、もう単純に1階級か2階級上の選手だなっていう、まあ、そうですね、まあ、巌流島ルールでこう負けているので、まあ、本人は絶対ずっと負けたって言い続けると思うんですけど、いや本当になんか死闘だなと思って、なんかポイントちょっと取られちゃったなっていうのはあったので、なんとかやり返さなきゃって思ったのと、そこでなんかやっぱひるんで打ち合いしなかったら勝てないので、殴り合ったら多分相手の方が強いので、そこを殴り合っちゃダメだったのかもしれないんですけど、もらわずに勝とうとは思わずに、受けてでもいいから返しなきゃっていうふうに思いましたね。やっぱどうしても意地でも勝ちたかったっていうのがありますね。なんか7年ぶりに負けたんですよ、アマチュアも入れて。でなんか本当に命かけてやったので、負けたら本当に辛いと思ったんですけど、でも前回の試合より今回は本当に出し切れたなって思ってるので、 もちろん悔しいんですけど、ファイターとしてあのリングに立って戦えたことは、最後まで戦えたことはちょっと自分頑張ったなっていうふうに思います。負けてますけど